落としましょう、はい、それで洗うためにこうバラバラにしない方がいいです。まずはねこれ洗ってないんですけど2センチぐらいに包丁入れますね、はい、でざく切りね、こちらもざく切り、はい、こちらもざく切り、要するにキャベツがまとまってた方が切りやすいんです、はい、だから洗ってこう洗うために剥がしてしまわないで塊のまま切って、でこの後ちょっとこうほぐしてですね、流し水の下にボウルを置いてこれを置いてさーっと洗ってください、はい、ビタミン C の多い野菜ですから。